東京都墨田区、あず橋。スー、原宗則の蔵があったとされる。蔵坊主は、根岸康ー安森による、江戸時代の随筆、地ノうまきの宮にある江戸の会議。現代は、海藻のことであり、蔵坊主の名は、妖怪お化け雑学辞典によるもの。本所の墨田川近くに、スー、原宗則という幕府の御用意者が住んでいたが、昔から彼の屋敷の蔵には、 不思議ない,い伝えがあった。蔵の中に奇妙なものが住んでおり、家人が蔵から何か物を出したい時には、その度に断りを入れなければ教示があるとのことだった。その代わり、どの品物を明日、欲しいと蔵に願うと、翌朝にはその品物が蔵の前に揃っているのだった。ある年のこと。数原邸亭が火事にあったが、なぜか普段の蔵だけは焼け残った。寝床を焼かれた。 すう、原の家来の一人の書性が寝床を求め、この蔵に何者かが住んでいても非常時ならば、問題ないとして、蔵の中を片付けて、そこに寝ていた。すると、恐ろしい顔つきの坊主が現れて、許可なく蔵に立ち入ったこと、さらには無礼にも蔵の中で寝たことを責めた。そして、本来ならば、命を奪うところだが、非常時なので、許し、 今後は決して立ち入ることのないようにと言い残して姿を消した。驚いた書生は立ちまち蔵を逃げ出した。以来、スーハラ家では毎年決まった日に蔵の前で祭礼を取り行うようになったという。なお、スーハラ家代々の墓所は神奈川県伊勢原市の日蓮州上皇寺にある。もともと寺自体は江戸時代から発近にあったが、戦後になり、伊勢原に移転した。 ありがとうございます。